もうちょいこっちの方に。めっちゃなんかもう橋渡ってすぐって感じやけど。皆さんこんにちは。ただいまのあいのどん時刻は2022年11月16日水曜日の午後1時46分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。今朝散歩してたらもみじの葉っぱが舞ってきて頭に止まったんです。なんだか秋の終わりを感じちゃいました。皆さんも冬を迎える前の美しい紅葉のシーズンをお楽しみください。もみじの葉っぱは網を使えば集めることもできるので、秋の思い出の品を DIY で作られるのもおすすめですよ。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、なるほど、紅葉が舞っているのか。なんか現実でさ、紅葉とかもうずっと見てない気がするんやけど。はい、なんでしょう。なあなあ、ヒーローといえばやっぱ決めポーズだよな。おいらいいポーズを思いついたんだ。今日は特別に教えてやるぞ。アイダホここに見参。このくるりんぱでいつヒーローのオファーが来てもバッチリだの心。くるりんぱなリアクションを教えてもらった。くるりんぱかわいい。よきだね、よきだね。久々なんやけど新しいリアクション増えるの。てかまず住民に話しかけられるのめっちゃ久々な気がする。これやんね。ほら、もみじの葉っぱ真っ赤だな。秋の色に染まってる。お、水やり中。あらこんにちはよ。おしゃべりしよう。今日みたいな日こそこんにちは。明日からの私をじっくり読みたいですねよ。何その本。全然聞いたことない本だけど、何それ。あ、待って。入る場所間違えた。こっちだね。はい、到着。どうも。おかえり、アイナ。事務所で匠さんに挨拶してきなよ。てか、あれかな。この島にはさ、うちの島の子たちはやってこんのかな。別にみんな別荘持ってもいいんよ。あいのちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。何あれ、なんか最近さ、こういう感じの2つつながったモニターとかコンビニとかにないね。レジカウンターの上みたいな。あいのちゃんどうしたの。お仕事する。します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。よろしくお願いします。なんかこれめっちゃ不気味やね、この鏡。なんか超絶不気味やわ。鏡の向こう側からなんか悪魔が話しかけてきそうな感じ。アジアンリゾート風の別荘でのんびり過ごしてみたいな。エステサロンを開業する長年の夢を叶えたいわ。今日全体的に可愛い感じがする。植物に囲まれて読書なんて憧れますね。読書好き多いっすね。待合所で誰かを待つ感覚、それをいつも味わっていたいわ。誰かを待つ感覚なんか別に味わいたくないけどな、そんな。スピリチュアルな空間で五感を研ぎ澄ませたいわ。スピリチュアルな空間、どんな感じ。ハッケミーとかがおるような感じの空間かな。植物に囲まれて読書、これ良さげじゃない。でもな、他アジアンリゾート風の別荘、エステサロン、アジアンリゾート。待合所、アジアンリゾート行ってみよう。あなたは。そうですか、匠ライフでお仕事をされているんですね。思い切って言っちゃいますけど、私別荘を建てたいんですよね。お聞かせください。聞いてくださるんですか。それではぜひよろしくお願いします。じゃ、お任せを。お世話になりますちゃ。私の希望としてはこういう感じなんですけど。アジアンリゾートスタイル、ジャスミン様。なるほどです。素敵なイメージですね。ではアイナちゃん、ロケーションをいらの差し上げてちょうだい。アジアンリゾート。でもなんとなく、竹が欲しいな。竹。そう、こういう感じの竹が欲しいね。竹が生えとるのってもしかしてあそこだけ？アジアンリゾート。やっぱさ、あれやん、中国とかさ、なんか竹のイメージあるけんさ。いや、アジアンやけん別に中国とは限らんのやけど、でもなんかそういうイメージやん、アジアンリゾート。そういう感じ。前回と同じここかな。良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです。じゃあ。それではジャスミン様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。ちょうど後ろに牧場さんおるよ。アイナちゃん、ジャスミン様を現地にご案内してね。よし、行きましょう。竹の場所もうちょっと欲しいよね。ここしかないって。わあ、いいところですね。ここが私の別荘になるなんて、どんな感じになるか楽しみです。じゃあ。それではどうぞ、よろしくお願いしますね。前回は牧場とかそういう感じだったんよね。アジアンリゾートスタイル。ってことで、外どうしようかな。あ、ここ、とりあえずさ、赤い和風の橋。和やけどこれ。まあ、でもこういう感じのあるやん、中華とかでも。そういう感じで、で、違う。で、そう、外にもね、なんかいろいろと置きたいんですけども、どういう感じかな。この辺の置きたいよね。サイドテーブル、ローテーブル。ローテーブル。で、ソファー。で、この辺のを、なんかこう、ここらに置いていきまして、この辺なんかラグ置きたいね。外には引けんのかな。村以外でもやっぱり引けんもん。あ、床っていうのがまずないね。じゃあ無理そうだわ。くそ。なぜ外にラグが引けないのか。引けるようにしてくれ。うん、あとは別に。そう、この上に何か小物類。何かある？あ、ちょっとこの辺、オリエンタルなスクリーン。あ、待って。こっち側は置けないのか。ということはだよ。もうちょいこっちの方に。めっちゃなんかもう橋渡ってすぐって感じやけど。まあ。んで小物。なんか、ジュースとかアイスレモンティーとかで。で、他は、別にいっか。とりあえずこの、アイスレモンティー。よし。開いて、で、この辺、外、ちょっと待って。あれやね。建物自体は、アジアンな感じってどういうの？あ、でもアジアンリゾート、この辺で、屋根を、どうしようかな。かやぶき系いいよね。それで、オレンジのかやぶきで、どうかな？組木かな？ベージュレッド。ツートン。違うな、組木やな。ベージュレッドかな。で、ドアがこの辺中華系。なんかいつもさ、このドアの色が困るんよね。赤でいいかな。赤い中華かなかな。で、ユリ、ヒヤシンスにしとくか。よし。で、こっち側なんか置こっか。と、オーダー。パンダのチュンチュン。あ、チャイニーズティーセットあるやん。これ置いとこう。とりあえずここに。むしろこっちのアイスティーいらんかもね。これをこっちにこう置いといて、んで山鳥足、これ2つほど。なぜ置けねえんだ。まあ、うん。いいね、いいね。いいね、うん。んで、あと、ちょ、待ってよ。石畳。石畳かな。これで、どうかな。ちょっと待って、なんで消した？この、違う。こう。で、ここ角丸くして、こっちにもつなげたいんだけども、ここまでなんか。ここはもういけんのよね。うわ、めっちゃ気になる、ここ。超気になる、そこ。なんか綺麗じゃないな。なんか綺麗じゃないよな。この辺つなげて、なんかここいらんかな。もうこういう感じでいっか。ね。こういう感じにしといて。んで、こっち側にもなんか置きたいな。こっち側に置くとしたら、なんだろうか。フロアスタンド、竹のスクリーン。フロアスタンド2つ置いとく？とりあえず。この辺にね、2つ置いておいて。あ、めっちゃいいんじゃない？ね、よきよき。よき。なんかそれっぽい感じになってきたんじゃない？よし、じゃあ中やろう。さあ、中はどうしようかな。これ1個はもうさ、やったけんいいとして、これなんやっけ。オリエンタルなローテーブルね。中華な椅子。でもな、アジアンリゾート。ラタンのベッド。でもな、確実に置くのがこれやけん。これ色はブラウンぐらいかな。ちょっとね、もう中華っていう感じをちょっと消してラタンのベッド。んで、まあこのね、オリエンタルなローテーブル置いて、サイドテーブル出して、この椅子じゃさ、ローテーブルにはさ、高いよね。確実に高いよね。あ、もう絶対違うよね。なんでローテーブルやねん。あ、でもあれか。ちょ待って。なんか、ないんかい。待って。壁。すだれの壁。あ、でもアジアンリゾートって私こういうイメージ。オレンジのモロッカン。違うよね。やっぱすだれやね。チャイナ。あ、チャイナはチャイナでありやけど。いや、すだれで。結局。何をやっても結局すだれで。バンブーなよが、あー、こんな感じな気がさ、これじゃないダークなヘリも、あ、これもあるな。え、待って待って、どっちだ？いや、これもあるぞ、ダークなフローリングブロック。え？いや、暗いな。え、待って。ヘリンボーン。暗いな。バンブー。やっぱこれかな。ねえ、やっぱこれかな。んで、ライトなバンブーラグ。いや、ちょっといらんかな。いや、そういうのじゃなくってさ、ちょっとなんか、なんていうん？座布団というか、なんかそういう感じの、そういう感じのなんかあるやん。それが欲しいんですけど、ラタンのローテーブル。お香置いとこう。そう、こういうのあるイメージ。いや、なんかここにさ、直接床に座りたいんやけど、無理なのかしら。え、どうしよっかな。竹のシェルフ。いや、違うな。ラタンのクローゼットに、ラタンのドレッサー。よしよしよし。うん、そういう感じ。んで、ドレッサーどこに置く？こっち側とかでいっかな。で、椅子椅子椅子。ラタンのソファー。まあ、いっか。いっかいっか。で、スツール。これでも高いよね。いや、これでもめっちゃ高いよね。やっぱ床に座るべきやと思うんよね、これは。うん。絶対床に座るべきやと思うよ。でも床に座るとしたら、やっぱり、ラグはいるか。でもラグ置くとしたらなぁ。バンブーにバンブーってちょっとおかしい気がするよね。なんかもっと別かな。どれや、ラグ。でもここに敷くようなラグって、なんかね、微妙なんよね。ここに敷くようなの。ステージ。赤いラウンド。違うんよ。どれも合わんのよね。ダークなバンブー。結局バンブーなんやけど。いや、でもまあ、そうかな。こんな感じかな。もうちょい手前に全体的に出してくるか。この辺で。で、まあ、床に座るとして。床に座るってことで。あ、でも結局この座れるようなのが、モロッコプフ。いや、でもそういう感じなんよね。いや、私が置きたいのはもうちょい平べっためのやつなんやけど、ないんだな。ないんだな。一番近いのがモロッコプフかな、やっぱり。いや、高いけど。いや、でも椅子よりマシやろ、きっと。これ、変えれる？あ、でもこの辺のさ、この辺ブラウン、ブラウンか、イエロー？これイエローあたりはどう？こんな感じ。いいんじゃない別に。いいんじゃないいいんじゃないイエローで。じゃあこんな感じで置いとくよ。高いけど。高いけど、まあこんな感じで置いといて。んで、でもあれよね、希望のやつは全部もう置けたやろ？ 2 つやろ？うん、置けた、オッケー。竹のシェルフ。それはもういいか。パンダのチュンチュン置いとこう。パンダのチュンチュンどこに置こっか。タンスの横にでも置いとこう。こっち向きになるな、なんか。いいか。それでくずかごを、はい、ドレッサーの横に。あ、いいね、いいね。いい感じだね。テーブルの上になんか置きたいな。あ、待って、中華な照明。中華な照明、この辺りか？なんかちょっと若干ずれとる気がしなくもない。でもまあこんなもんか。あ、いいね、いいね。オリエンタルな飾り棚。飾り棚どの辺？こっち側かな？なんかこの辺とかに。まあ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 。まあ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 。いっか。で、こんなもんかな？あ、で、こっち、中に、アイスレモンティーでも。なぜそっち？これもしかしてテーブル？座るやつじゃない？座るやつのつもりで、座るやつよね。まあ、こんな感じで、OK でしょう。完成です。どうでしょうか？完成しました。ありがとうございます。いい感じに。ジャスミン様、アジアンリゾートスタイル。あ、やっぱな、飾り棚、正面の方が良かったかな。ちょっと邪魔な気がする。座る方向逆だな。ここいい匂いする？いい感じですか？気に入ってくれたならよかった。写真撮るの中と外どっちにしよっかな。どっちでもいいんやけどな。素敵な別荘で大満足です。あなたと一緒にもっと見ていたいくらいです。もしお時間があったらお帰りになる前に別荘の写真を撮っていきませんか？じゃあ、はい、もちろん。私が写り込むのはちょっと恥ずかしいですけど、たくさん撮ってくださいね。じゃあ、この辺で話し寄る感じにしようか。んで、ヘイジャスミン。これか？向こうを向いてほしい。難しいな。ってことはだ。待って、こっちに座ってもらって、これで私が向こうをこう向けばいいってことやね。よしよし。これで、カメラで。どのあたりだ？この、引きすぎた。あ、こんな感じ？いいんじゃない？よし、オッケー。いいぞ、いいぞ。できた。はい、何でしょうか？できました、帰ります。肉球かわいい。そうですか。よかったらまた顔を見せに来てくださいね。じゃ。完成しました。おかえりなさい。お疲れ様。お仕事を調子いいみたいね。名付けるとすれば、伸び盛りなコーディネーターね。あなたにはまだ伸びしろがあると思うから、これからもその調子でどんどん頑張ってちょうだいね。その期待も込めて、今回のお給料は12,000ポキよ。お、増えた、さらに。今回だけ？やったー、伸び盛りなコーディネーターって呼ばれた。ますます頑張ろう。あ、階級が上がったってこと？これ。あ、それと、事務所の制服が増えたから、後でロッカーを覗いてみてね。仕事着を変えるとリフレッシュできるし、その日の気分で選んでみたら？あ、じゃあ次回変える。また増えたのか。やったね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさ、思うんやけど、あれよね。椅子系の家具さ、どっちが前とか一発で分かるようにしてほしいんやけど、もしかしてなっとんかな。背もたれがない系分からんねやけど。